リチャード・ケイトン・ウッドビルは、アメリカ合衆国の画家である。デュッセルドルフ美術アカデミーで学び、風俗画を描いた。ロンドンで30歳で没し、その短い画家としての活動期間の大半をヨーロッパで過ごした。ボルチモアの名家に生まれた。1年間、メリーランド医学校で学ぶが、ボルチモアの美術コレクターのギルモアの個人コレクションを見て、 美術への関心を高めたと思われる。1845年に、ニューヨークのナショナルアカデミー・オブ・デザインの展覧会に、作品を初めて出展して、この作品はコレクターに買い取られた。20歳の時に、結婚したばかりの妻とドイツに渡り、デュッセルドルフ美術アカデミーに入学し、1年間、フリードリヒ・ビルヘルム・フォンシャに学び、その後も1851年までデュッセルドルフに、 滞在し、風俗画を得意とするカール・フェルディナンド・ゾーンに学んだ。当時のデュッセルドルフは絵画を学ぶ、アメリカ人に人気があり、ウッドビルがデュッセルドルフにいた時期にも、ロイゼビットレッジ、エーニンジャー、ジョンソンらのアメリカ人画家が留学していた。ウッドビルを母国の美術連盟が講演しており、ヨーロッパで描いた作品はアメリカで展示され、機関紙で好意的な批評が掲載され、 作品は買い上げられ、パトロンの会員に反復された。例えば1846年の作品、カードプレイヤーズもアメリカで展示され、成功を収めた。1848年の作品、ポリティクス・イン・アン・オイスター・ハウスは、ボルチモアのパトロンの依頼で描かれ、複製版画も作られた。1850年に最初の妻と離婚した。有名な デュッセルドルフの建築家、アントン・シュニツラーの娘アントワネットと二度目の結婚をした。1851年からアントワネットとパリ、ロンドンで暮らした。1855年、ロンドンでモルヒネの過剰摂取で死亡した。アントワネットとの間の息子、リチャード・ケイトン・ウッドビル・ジュニアは、第二次アフガン戦争などの戦闘場面を描いて、イギリスで人気を得た画家になった。 ありがとうございます。